ヶ岳に上杉武田軍を退けた馬将たちは再び成都に向けて軍を進める。竹中半兵衛らの活躍で織田、北条、孫吾の後ろ盾を得た今、唯一の気がかりは義軍の存在だった。繁昌に近づいた時、懸念は現実のものとなる。成都への道を塞がんと、その進路に義軍が展開。さらに背後からも義の国主曹操を率いる大軍が迫っていた。包囲される前に一気に突破しなくてはならない。討伐軍は成都を目指して進軍の速度を上げる。そんな中、馬長の眉間には深いシワが刻まれていた。義軍め、もう追いついてきおったか。このままじゃすぐに包囲を受けてまう。ここは足を早めて一気に突破せにゃならんな。流行るなよ馬長。敵の指揮を取っとるのはおそらく曹操。お前が長年追ってきた一族の仇じゃが。分かっている。俺たちの目的は成都にたどり着くことだ。ならいい。敵にはジョカという仙人もいるようですね。聖者を図るべき仙人が我らを邪とみなしましたか。ならばこの戦、私が参りましょう。闘争で正しきを表すのが上杉の流儀ですから。レイ、戦場に愛を刻みに参ります。背後を取られては反撃もままならん。ここは敵を振り切り一気に成都を目指す。南西の道はすでに断たれてしまったか。北西の道より成都を目指すぞ。奴らはすでに袋のネズミだ。包囲を絞り追い詰めよ。包囲！悔しいが、ここは引かねば。敵将撃ち取ったり。報告します。曹操率いる敵本隊が接近中とのこと。我らは包囲されつつあるようですね。口を閉じられるのは逃げ出さぬ。お見事な武勇にございます。貴様と俺は切り合う定めにあるよな。あらば打ち合おうぞ。サコートン、私の知略に勝てんと思いか。参りましょう。列車が参ろう。 D8C3、 戦ぶりだ。
これで足を止めてもらおうかな。待ち伏せか、姑息な真似を。私の知略に勝てると思いか。引くことがそのまま負けではない。敵将打ち取った人ひねりにしてやるぜ。始まったよ、我らも行くぞ。覚えておけ、次は容赦しねえぞ。敵将打ち取ったり。引くことがそのまま負けではない。終着至極に存ずる。ひとひねりにしてやるぜ。せいせいせい。覚えておけ、次は容赦しねえぞ。敵将打ち取ったり。ここを通すわけにはいかんな。本田平八郎忠勝、押し通る。我が君の敵は私の敵、覚悟していただきますわ。どうもたやすく抜かれるとは、慢心があったか。どうしたバチョ、一見にしわが寄ってるぞ。生徒へ急がねばならぬと思う方、曹操の到着を待ちわびている俺がいるのだ。すまん秀吉殿、やはり復讐の念を消すことができん。素晴らしい金庫活躍。拙者が参ろう。水産参りましょう。拙者が参ろう。勝負だ、覚悟しろ。
いい戦ぶりだ。ここまで来りゃあと少しだな。わしらはここでしんがりを守る。本体が逃げ切るまで踏ん張るで。終着至極に存ずる。列車が参ろう。ダッキに扮する者ら、手を剣だ。道を塞がれたか。これでは生徒に向かえん。まだ検証を口にしながらダッキにつくとはな。それが腹の黒い幼女の本性か。聖者の早々にて破壊。それが上杉の流儀です。ならば見極めてやろう。逃走でな。望むところですよ。理解できん。お前たちは何をなそうとしている。各家ご苦労だった。お主は手はず通り落城へ向かい。やれやれ、人使いの荒いことです。現れたか曹操。逃げ道は塞がれ、後ろには大軍。これも敵の頭を潰すしかねえ。ダッキに扮する者らにその真意を飛ばす。全員進め。課長、わしらは曹操を倒さねえんだな。だから止めませんけどな。今お前がなすべきこと、正義っちゅうやつをもう一回考えてみてくれ。お見事な武勇にございます。私の知略に勝てると思いか。引くことがそのまま負けではない。敵将を討ち取ったり。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。やっ、参りました。覚悟しやがれ。人ひねりにしてやるぜ。オイル。お見事な武勇にございます。せい。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。オイル。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。私の知略に勝てると思いか。
師馬長に何故我が前に天空の刃よ。宇宙のため、宇宙機のため、今語る言葉を持たん。ただ槍を振るうのみ。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。わしが相手となろう。即はあるまい。我が刃にてお受けしよう。我が波動、こんなところで潰されはせん。腕かたえ。敵将討ち取ったり。悔しいが、引かねば。大した気迫よ。見極めねばならんな、その源を。撃つのよ。いかに世界が変わろうと貴様への恨みは消えん。だがこの世界には貴様が必要だ。正しき義を貫くため、ひととき復讐の刃を収めよう。全部敵なし。かぐやから話は聞いた。どうやら我々の予想を超える事態が進行しているようだな。その鍵をダッキが握っているか気に入らんな。ダッキの後手に回るわけにはいくまい。人間の未来がかかっているならなおさらな。劉備、信玄、謙信、孫権、氏康、信長、皆に使いを送れ。これよりは全ての人が手を携え事態に立ち向かうのだ。全ての国が手を結ぶ。漢城での勝利は良い結果を導きましたね。これで我らを阻むものはありません。ダッキは古市城に迎えるでしょう。いや、そう簡単には行くまい。ダッキを追うのは人のみではないからだ。スサノオ、奴を止めるのは容易ではないぞ。それにダッキを信頼するのは危険だ。警戒を怠るな。世界は本当に広いな。俺は最強の剣を目指しているが、この世界ではまだまだだと思い知らされたぜ。スサノオやあの呂布をも退けたナタ、戦界の将はいずれも並外れた力を持っている。いずれ立ち会いたいものだが。ああ、その時は全力で挑ませてもらうぜ。どこにいようと、何が相手だろうと、俺の役目は変わらぬ。ただ猛徳の道を切り開くのみよ。